みんな、オタ活してる？コンクリス、雪のクリスです。本日は関西のオタク大好き、ナンバーのオタロードに来ています。今日はここで何をするのかというと、大好きなアニメ、ミリオンライブのブルーレイ販促をいろんな店舗で見たい！というわけで1店舗目ソフマップ、オタクの街ならではの気合の入った販促堪能しちゃうぞ！エスカレーターを登ってアニメ漫画グッズのコーナーへ、振り向くとすぐ見えてきました！うわー、チームのポスター、アイドルちゃん！限られたスペースでギュッと愛が詰まっている気がします。全国各地の映画館にあったチームごとの紹介画像がここだけでコンプできる贅沢！ソフマップでブルーレイを購入するとこの子たちのアクスタがついてくるらしいです。アカネちゃんがいる！もう一個予約するか迷っちゃうね。クリスはプリティシリーズと呼ばれるアニメたちが好きなのですが、ここはプリズムストーンというプリティシリーズの専門店もあってすごく楽しいゾーンでした。ソフマップもアニメがも楽しい、ありがとう。振り出し物のグッズを見つけてハーフで購入、店舗を後にします。お次に狙うのはゲーマーズ。ここは予想よりもずーっと展示がすごかった。うわー、絶対メルピーおるよね。シアターのステージやん、こんなんさすがにステージやん。良すぎるー。写真撮りたい。あかねちゃんグッズ持ってくればよかった。手持ちのマコリンで失礼します。いや、マコリン入れててよかった。あ、名場面集。あ、愛じゃん。天才がすぎる。納得の品切れが嬉しすぎて泣く。満足感とともに次の店舗の前に、ちょっとだけ駿河屋に寄り道をします。ミリオンのグッズを見てから最後のお店へ。そう、みんな大好きアニメイト。ナンバのアニメイトは大きいからテンションが上がっちゃいます。いざ展示を確認。ディスプレイの可愛さを公式で競っているみたい。通りで力が入っているわけだ。ここはイチボムちゃん推しだ。イチボム邸って思い出ボムで泣いてしまう。アニメイトはなんとこれだけじゃないんです。ミリオンライブラッピングのエレベーターだー。良すぎて帰り道まで幸せやった。さて本日の寄り道クセンリフン紹介、ソフマップの掘り出し物、安売りのラバスト開封だ。あずさん、ラブ。寄り道の駿河屋でもちょこっと買っちゃった。あかねちゃんのお餅、あゆあゆたち、つもりん、かわいい。楽しかったー。販促のいろいろな形が見れて楽しかった。みんなもミリアニブルーレイ、店舗を巡りながら買うのおすすめです。お相手はわたかつ楽しい天才、雪のクリスでした。チャンネル登録、高評価お待ちしてます。